はい、スラマ・トゥンガハリ今回、総理大臣として初めて、マレーシアを訪問し、アンワル首相と初となる首脳会談を実施できましたことを、大変嬉しく思っています。アンワル首相および、マレーシア国民の皆様方の温かい歓迎に心から感謝を申し上げます。先ほどの、首脳会談では、アンワル首相との間で、じっくり率直な意見交換を行うことができました。そして戦略的パートナーである日本とマレーシアの関係をさらに発展させるとともに、地域国際社会のこの平和と安定のために緊密に連携していくことを確認いたしました。二国間関係については主に次の3つの分野において、この協力を進めていくことを確認いたしました。まず第一に安全保障 防衛協力です。アンワル首相との間で、両国間の、戦略的な意思疎通を強化していくことを確認いたしました。また政府安全保障能力強化支援 OSA の実施に向けた調整を加速化していくことを確認いたしました。さらに海上保安機関間の共同訓練の実施をはじめ、海洋分野の協力をさらに強化していくことでも一致をいたしました。第二に、経済関係です。まず投資環境の整備等を通じ、日系企業の活動を後押ししていくことを確認いたしました。我が国への LNG 安定供給を含め、エネルギー分野の協力をさらに進めていくことでも一致をいたしました。またアジアゼロエミッション共同体 AZEC 構想に関し、来月の首脳会合も見据えながら連携してまいります。加えて先ほど協力覚書を更新した情報通信分野における協力を推進していきます。さらにサプライチェーンの強化を含め、経済安全保障においても連携していくことを確認いたしました。そして第3に、人材育成、そして人的交流です。来年9月にマレーシアで開校予定の筑波大学の分校や、マレーシア日本国際工科院などを通じて、我が国としてマレーシアの将来を担う人材の育成に貢献するとともに、国民間の交流をさらに促進していくことで一致をいたしました。これらに加えて、地域国際情勢についても、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化し、人間の尊厳が守られる世界を確保する観点から率直な意見交換を行いました。まず緊張が高まるイスラエル・ガザ情勢について議論をしました。私から日本の立場を説明しつつ、すべての当事者が国際法に従って行動すべきこと、周辺国への波及防止と事態の早期沈静化が重要であること、そして特に今はガザ地区の人道状況の改善が最優先であることをお伝えいたしました。また東南シナ海情勢やロシアによるウクライナ侵略についても意見交換を行い、世界のどこであれ力による一方的な現状変更の試みは容認できず、緊密に連携して対応することを確認いたしました。また核ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応や
ミャンマー情勢についても緊密に連携していくことを確認いたしました。加えて CPTPP のハイスタンダードの維持の重要性を確認するとともに、核軍縮不拡散といった課題についても意見交換を行い、協力して対応していくことを確認いたしました。12月には東京での日 ASEAN 友好協力50周年特別首脳会議に、アンワル首相をお迎えします。ASEAN との関係強化のみならず、本日のこの議論を踏まえ、マレーシアとの二国間関係をさらに発展させることを楽しみにしております。はい、本日はありがとうございました。トゥリーマカシー。Thank you. Thank you, Excellencies. We have now reached the conclusion of our joint press conference. Once more, I would like to express our heartfelt gratitude to His Excellency Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, and Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, and all of our esteemed guests in attendance.ありがとうございました。これで共同記者会見は終了いたします。日本の岸田総理大臣閣下、またマレーシアのアンワル・イブラヒム首相閣下並びにご出席の皆様、本日はありがとうございました。 Distinguished guests, ladies and